どうも皆さんこんにちは、こんばんは、中村ゆうちです。こういう風に動画を作って出すっていうのがね、あまりないチャンネルでおなじみなんですけども、今回何のための動画かというと、すでにサムネイルやタイトルでつけちゃってるかもしれませんけども、そう、10月11日にですね、誕生日を迎える人が知人にいるんですね。でその人にプレゼントをあげるにあたってですね、まあ、これもう恒例行事的になんだかんだ何年ですか、もう10年以上かプレゼントをあげてるんだけども、まあ、それがね、番組内であったり番組外であったりとか、あの人渡しといてみたいなあげたりとか、いろいろあるんですけども、今年もね近づいてきてますよ。でもうせっかくだからね、まあ、せっかくだからってこともないんだけど、ちょっと頭をね悩ませるのよ。やっぱりいい大人だからさ、今必要とか欲しいものってのはもう持ってるわけだよね。子供の頃ならさ、やっぱりそんな何でもかんでも手に入れることができないから、ゲーム機、ゲームソフト欲しいとかね、あれ欲しい、これ欲しい、このおもちゃ欲しいっていうのを、その時にようやくお願いができるっていうのがあって、やっぱ大人でね働いてる人だと、まあなかなか自分で欲しいものは欲しい時に買ってるはずだから悩んでて、まああげなきゃいけないというその義務ではないからね、あげなくてもいいんだけど、ここまで来たらもういけるとこまで行こうよというとこでね、思いました。まずはね、どなたの誕生日かっていうことをね、やっぱお伝えしないと、何に頭を悩ませていいかっていうね、こっからの動画の流れが意味不明になると思うんで発表したいと思います。はい、こちらまあ出ないんだけどね、そう、坂口大輔さんだねいやいや、大輔さんにも分かってますよ。大輔さんにもね、この時期に会う時にはあげてんのよ、案外に。そしてまあよく共演っていうことはないんだけど、ちょこちょこねやり取りがあるところで言うと、西山幸太郎くん、こうちゃんもまあここが誕生日というねあれなんだけど、まあそうですね、もう皆さんご存知の通り杉田智和さんがお誕生日ということでね、何にしようかなって悩むんだけど、やっぱりね杉田ももう欲しいもの、必要なものは持ってるだろうからね、何がいいんだろうなと思ってこう調べるにしてもさ、何基準で調べりゃいいんだっていうね。例えば俺自身がフィギュア、おもちゃだよね、ガンダム、ロボットものとか、その立体物プラモも込みで完成品のもあるけども、そういうものが好きだから、それも考えたんだけど、何に思い入れを持ってるか分かんないなみたいなのがあって、ガンダムが好きって言ってもさ、彼がガンダムのどのモビルスーツが好きかっていうのはさ、その熱量、例えばニューガンダムが好き、ファーストが好き、ゼータが好きって言ってたとしても、熱量がやっぱその個人の中でちょっとずつ違いがあるからさ、ガンダムの中でってなるとやっぱ難しくてちょっとね分かんないし、あとは考えたのは代表作、杉田の代表作だったりする中に、まあ立体化されてるもの、これがねまた難しい。男性のキャラクターのフィギュアって本当になかなか出ないんだよね、いい立体物が少なくてね。それでちょっと調べてみたんだけど、いつも同じのアマゾンで、例えば銀玉フィギュア、出ましたけども、難しいね。そうだね、なんかやっぱ銀さんはね主人公で人気があるから、フィギュア自体は結構出てるんだけど、なんか逆にあいつ持ってそうなんだよね。まあかといってこの柳生久兵衛とかね、神楽とか、この銀子ってもあるけど、女の子のでもなあ、これ直接俺とは関係ないよねみたいな空気になるだろうしね。あのこうかわいい神楽大人バージョン、いっぱいありますよ。わ、何これ、え、
これはこれはあり？いやでもこれ過ぎたと関係ないわ。これじゃないわ、そういうことじゃん。ね、まあなんかね、ちょっとどうしようかな、こうしようかなみたいな、ちょっと難しさがあるわけよ、こうなってくると。でそんな中でね、一つね、ここはあれなんじゃないかなと思ったのがこちら、はい、スイートホーム、ファミコンのゲームだね。これはね、彼自身が散々あちこちでエピソードトークをしてるから、まあ思い入れがあるのは間違いないのよ。ただこれもうね、この今画像を出してるように、もう購入はしてるのね、俺は。あ、しかもね、かなり状態がいいやつをね、探して購入してるんだけど、これに関してはあれだけ言ってるから、逆にやっぱもう持ってるんじゃないかなと思って、あと誰かしらからね、すでにもらってるという可能性もあるから、だからここはちょっと、まあ、これはこれであげるんだけど、保険をかけて何かもう一つ、こうここには手つかずなんじゃないかなみたいな、いいものがあればなと思って、いろいろと探してみてるんだけどっていうところでね、例えば中村雄一とイコールのゲームは何ですかって言った、まあいろんなタイトルがね、その見てる人たち的にあると思うのよ。イベント登壇とか配信のに出たりするから、じゃあグランブルファンタジーですとか、ファイナルファンタジー14ですとかね、そういうようなよく出てるよねとか、関わってるよねみたいなのって、それぞれの役者さんにあると思う。で杉田は何だろうと思うと、まあアトラスさんのやつとかもね、よくいるイメージはあるんだけど、ロマンサガなんかもさ、ボイスが入ったりする前から関わってたりする部分があるから、ついた的にもロマンシングサガへの思い出、まあサガシリーズへの思い入れって強いし、こうなったちょっと絵を描いている小林さんのいい感じの額に入ったようなイラストがないかなと思って調べたんだよ、ダメ元でね。そしたらね、なんとスクエアエニックスさんのホームページにですね、2019年に小林さんの描いてるロマンシングサガ1と2と3のイメージ的なイラストの絵が販売されてたんだよね。なんで俺ほんと知らなくてさ、いやこれを気づけてなかったのはね、単純に個人的誤算。これ杉田にあげる運動じゃない、俺が欲しいもん、こんないいのあったんだら。いやーこれはね、ちょっと失敗したなーと思って、これがね、もしもうすでにね、俺が持ってたりしたら、もうそれを差し上げますっていうところでいいと思うし、まあ今買えるタイミングならいいんだけど、もう当然ねないですよ、どこにもない、調べても全く出てこないから。もうやっぱりね、このタイプが好きな人が買うから、もう買って大事に飾ってるんだと思うんだよね。俺のファイナルファンタジー11の絵だってね、売る予定はなくて、やっぱり家にずっと置いてあるわけだから。で、杉田さんの欲しいものじゃなくて、じゃあ杉田にこれがあるといいんじゃないかなっていうのを俺がなんとか探してみようと思って、で杉田のですね、YouTube アジュースチャンネルの方をちょっと物色しまして、チラチラ見てね、配信部屋というか、あの配信環境、あそこの中に何かヒントはないかなと思って見たら、やっぱりね、杉田の左側にあるフィギュア棚みたいなのがあってさ、そこのところのスペースにいろいろまだ入りそうだなと。俺が見た時だと馬娘のあのエナドリの缶が並んでるから、あそこにフィギュア飾るといいかな。でも杉田の推しの子のフィギュアとか、っていうかそもそも馬娘のフィギュア出てんのかなと思って見たら、案外まだまだでね、ここから出てくるっぽいんだよね。今年の末とかからこう結構しっかりしたタイプのフィギュア、なんか東海帝王のとか出てきたり、スペちゃんとか出てきたけど、あの辺ね、確かにあれ手に入るんならあれがいいんだけど、ちょっと先なんで、まあ、これはちょっと見送り、頭を悩ませてます。でもうしょうがないんで、ちょっと杉田にね、この後探りを入れようと思うんでやってみます。
ってことでいろいろ聞こうと思ったんだけども、まあ最近の料理をしているというところから攻めてこれはいけるんじゃないかなってことでね、そこに中村ならではのニュアンスを入れようと思ったらですね、ちょうどいいのを見つけて行ってね、杉田が料理するからちょっと調理器具何かないかなって、調理器具で考えた時に車のメーカーでプジョーっていうのがねあるわけですよ、フランスの。でこのプジョーがですね、なんとキッチン用品、胡椒とか入れるあのミル、ああいうものを作っている、スパイスミルとかそういうものを作っているっていうので、まあどっちかというとなんかそっちの方が歴史が古いのかな、ちょっと詳しくないんだけど、でこれがいいぞと、車っていうところからも組んで、かつその杉田がね最近やってることに対していい選択肢なんじゃないかなと思いまして、決めましたね。ここであるとちょっといいよねと思いつつもなかなか自分で買うことがないであろう胡椒と塩、を入れるこのミル、うん、これをあげます。いやいいの見つけたわ。ああこれいいんじゃないかなと思うんで、まあまあこれあとねこれを購入してきて、まあちょっとどっかのタイミングで杉田さん渡すんで、それもどっかでね隠し撮りみたいにするんで、ちょっとお待ちください。はい、というわけで杉田さんお疲れ様です。お疲れ様です。いや申し訳ないね、ちょっと仕事終わりにね時間もらって、うん、何なのということでね誕生日がね、うん、もう近いからって言うんで誕生日プレゼント買ったんだけどさ、ちょっと、あ、杉田のね、あ、俺もなんでお前のじゃないのを買ってきて見せびらかさなきゃいけない分かんないじゃん、ほらね、ちょっとね、これ袋はね、別な袋用意したから、うん、ちょっと今これ、向こうから送ってきた袋がでかくてさ、あれなんだけど、本当だ、どういうことなの、まだ1点がね、1点が、はぁスイートホーム、ファミコンのなんだけど、これちょっと持ってるかなと思って、いや、あのね、持ってない箱付きはね、状態のいいのがなくて、あ、本当探してたのよ、うん、だけど、見つけられなくて、見つけられなかった、うん、まあ割といい方だけど、いや結構やっぱり、ね、ところじゃないからいいぞ、ほぼ新品みたいな、その完品みたいなのは、うん、昨今あまりないね、ないと思う、全然手に入らなくて、本当に見つからなかったの、この状態までなんだけど、うん、まあなんかそこそこ、いやいや状態良かったから、これすごいねコレクションとしてね、今までこうね、例えばケースの中にやっぱり完品である場合って、はい、あとそのこのうぬぼれるわけじゃないけどさ、僕はあのソフト当てでスイートホームおごろうみたいになって、なんか結構そういう、ね、あのスイートホームですみたいなんでちょっと高くなってたりしてる。ああ、なるほどなるほど。そういうね、そう話題になるから。そう。なるほどね。うん、だからそれ、でもこれそんなに状態良くないぞみたいなんて、ね。はいはいはい。うん、で買わなかったのよ。いや、これはすごい嬉しい。いや、なかなかね、それは苦労したんだけど。いや、思い出のゲームだよ。やったね、これ。この間、あとは、聞いてたのが、それの場合さ、うん、逆に言うと思い出だから持ってる可能性もあるじゃん。まあね。やっぱり。そう、ソフト自体は持ってる。そう、うん。だから、あ、俺もこの間もう完品買ったんだよって言われたらあれだなと思ったから、うんうん、この、プジョーっていうね。プジョー車のさ、はい、プジョーっていうメーカーがあるんだけど、分かる分かる、うん、そこがもともと台所用品とか自転車とか、あ、そういろいろ生活用品をいろいろ作ってたらしくて、そこでね一応まあ自分じゃ買わなさそうな、うん、こう塩と胡椒のさ、うん、入れとくミルって自動で吸ってくれるやつ。あ、でもやばいってなるやつだ。岩塩とか。そう、岩塩とか。ブラックペッパーの身まんま入れて。そう。粉砕してくれるやつだ。粉砕をその場でやってくれるやつ。はい、プジョーね。そう。俺、本当に頭悪いんだけど、プジョーって最初、パジェロって呼んでたさ。パジェロは全然違う。それ三菱。そう。で、これがそれを置く台。あ、なんか、エコダかなん、新エコダかなんかになかった、なんか。あった、あー、プジョーあるかも。ショップ。あ、あるかもしれない。パジェロ、いやー、プジョーだ。そこには多分これ売ってないから。それは俺は頼んでないんだけど、なんか勝手におまけてくれてたストロー。うん、で、なんでかそんだけなのに、このでかい袋だったから、うん、ちょっとすごいね。邪魔なの。
袋がさすがの存在感だ。そうなの、ね、わっすごい。これまあこのぐらい、これでまあ持って帰ってもらったらちょうどいいサイズだと思う。これね持ってないんだわ、こういうミルは、うん、なんかさ自炊するって言ってもさ、うん、普通に自炊するだけだと絶対買わないじゃん。買わない。普通のあの瓶のとかでさ、そうだよ、店で売ってるやつそのまま置くじゃない、うん、そう、あのあとはもう本当に最初から砕いてあるやつ。そうだよね、うん、そうそう。だからまあ別にあってもなくてもいいけど、あの自分で選ばないから、まあこういうのがあると面白いのかなと思って。ハイセンスすごいよ、こういう、やっぱこういうところにセンスの差出るんだよな。いや苦労しましたよ。いや本当そう。最初は銀玉のフィギュアにするかな。なんでだ、なんでだ。まあ確かにもらえるわけじゃないからね。でさ、うん、案外自分だと買わないじゃん。なかなか選択肢にさ、そうそうそう、出てこないじゃん。ふとした時に思ったりはしてもさ、その時にあるかどうかが別だからさ、うん、いいのがね。自分で欲しくなって手に入れた銀玉のフィギュアは、金色のジャスタウェイと。銀色のジャスタウェイがあって、銀さん関係ねえじゃん。それだけなんか異常になんか部屋に置きたいなと思って。ジャスタウェイあったね、それ並んでたね。そうそうそう、天下と並んでたよね。うん、並べた。うん、そうそう。だからちょっとね、これすごいよ、これ並びだったら面白いかなと思って。ありがとう、マジで嬉しい。いやー、ほんとないの、スイートホーム。スイートホームはないね。これ説明書が1枚の紙になってて、ああ多分そ、なんかね、一応届いた時に開けてみたけど、中めちゃめちゃ綺麗だったよ、うん、あのマミヤってのなんか地図じゃないか、なんか説明みたいなのついてたりもしない。そうそうそう、攻略本と合わせても分かんなかったの、マミヤってのことが。じゃあ映画見りゃ分かんのかなと思ったら映画見ても分かんない。映画全然分かんない。ああいう特殊な説明書はね、やっぱり状態のいいのがなくて、うん、そうそうそう、みんな当時普通に使うからさ、書き込んだりさ、そう、あと何度も折るから破れてくるんだよね。破れる破れる、うん、そうなのよ。あの程度ラミネートして大切に、なんか傷がつかないように取っておこうなんて思わない。思わないね、うん、当時は集めるっていうか実用だからね、みんな、うん、遊ぶために買ってるからね。これやっぱバイオの怖い扉がキーッて開く怖さとか、あとはもうこれをスイートホームをリスペクトした、そのコープスパーティーとか、うん、ね、アバドンとか出てきた時にやっぱり、あ、スイートホームってやっぱ偉大なんだなと思って。まあ何でも RPG に落とし込もうっていう企画の中で、うん、ホラーゲームと RPG の組み合わせってのが案外良かったんだと思うんだよね。そう、俺だからあのメガテンやった時思ったよ、昔、はい、小学生の時にさ、メガテンの1とか2にさ触った時にさ、うん、怖いじゃんあれ。いやもうほんと怖いよ、雰囲気がさ、うん、なんかいけない爆弾が爆発するしさ、いきなり。え、そうね、新メガ見てんすよね。新メガテンだとね、はいはいはい、ああいうの見てるとさ、うん、そうだな、あの設定がだってその後の作品に生きてるからね。まあね、あれなんかがあの爆発しちゃいけないものが爆破した後の世界から分岐してたりとかするから、ホラーっぽい要素と RPG のね、うん、でもまあ確かにこれがこのオリジンというかさ、そうだね、うん、キシクもね、原点といえば原点かなっていう、うん、そのなんかメディアミックスのね、そうそうそう、タイトルだとはいえ、ね、中に生まれたものではあるんだけど、後に与えた影響が計り知れないから、うん、いやすごい嬉しい、良かったですよ。ありがとう。はい、ということで以上です。はい、よし、このぐんぐんに上がったハードルを、俺は来年の2月まで頑張るぞ。確かに。そういうのもあるね。はい、じゃあありがとうね。はい、どうも。はい。